国道駅は神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目にある東日本旅客鉄道鶴見線の駅である。駅番号は事例2。鶴見線と京浜国道との交点にあることから命名された。京浜国道とは現在の国道15号の前身である。当時の国道1号である。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。無人駅であり。 券売機及び簡易水化改札機が設置されている。ホームがカーブしており、電車との間に隙間が発生するほか、電車の進入時に警報音が鳴る。トイレは男女共用の水薦式で改札外コンコースに設置されている。エレベーターやエスカレーター、身体障害者用トイレ等のバリアフリー設備は未設置である。駅構内は1930年の開業以来、 改札口の位置に手直しが行われた以外大きな改築はなされておらず、高架下は開業当時を思い起こさせる独特の雰囲気を醸し出している。JR の特定特市内制度における横浜市内の駅である。2008年度の1日平均乗車人員は1539人である。無人駅のため2009年度以降の乗車人員は公表していない。 近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。17系統は運行日、運行時間によって、計1、停車バス停が異なる、機重操車婚。ありがとうございます。